皆さんこんこにちは、えー、合格発表を受けて、えー、レックから緊急提言ということでですね私レック専任講師、えー、金城と申します、えー、今日はですね皆さんに対して、えーまあ、大きく2つの話をしたいなと1つは合格された方向けの話、えー、そしてもう1つは、まあ、残念な結果だった方向けの話とこういうことなんですけれども。 まあ今ちょうどこれ今日合格発表12月7日ですねありましてでもうすぐにこ,うこの収録をしているわけなんですけれどもまあ私の元にもですね受験生の皆さんからまあ合格したとか残念だったといういろいろこう一年で一番まあ心がですねかき乱される日なのでね今乱された状態でこの収録をしておりますのでちょっとですねまあ何が 言い出すか毎年いろいろ出現してしまうので今日は気をつけながらいきたいと思ってます。で、まあ、結果なんですけれども、えー、18.8%906 名の方が講述、まあ、試験に進まれるということで、まあ、去年が19.4%でしたので、まあ、ほぼ、まあ、合格率的にはですね、えー、似たような19%前後に収まったかなと。 まあただ今年は1次試験やらかしてますんでどうかなとは思ってたんですよね。1次試験ケイホームでね8点下駄履かせたりだとかいろいろありましたのでまあどれぐらい実際2次受けるかってことでまあ5,000人近く受けてましたのでじゃあ20%で1,000人ぐらい合格かなと。 思ってたところを、まあ、九百六人ということで、まあ、若干、ちょっと二十パーよりも下回って、厳しいな、というのが、まあ、第一印象ではあります。で受かった方は、本当にもうおめでとうございますということで、口、えー、述試験がありますので、もうあのボヤボヤしてる暇はありませんので、えー、多分、大半の方が二次試験のことを忘れてると思います。ですので、受かった方、もうこれから口述までの、えー、期間は、ですね、とにかくどっぷりと。 事例の1から 4, まで、ね、4つの企業の社長と向き合うつもりでで口述試験っていうのは何が問われるかわからないのでとにかく事例1 2 3 4の4つののつ予見分の内容をてて頭に入れておくこ,とこれだけです。どんな会社で,でこういうことをやっててで社長はこんな感じの考え方なんだなとかね。 で実際その社長が目の前にじゃあ来たとしたら何を言おうかなとどんな提言をしようかなとだから本試験の問題説問とかですね、えー、自分が書いた答案とか一切関係ないので純粋に4つの会社と向き合うとそういう形で、えー、まああのちょっとね本番は何も見ることできないので口述の時はもう何も空で言わなきゃいけないので全部頭に叩き込むと。まあ、それだけ。 気をつけていただければとでレックでもですね。まあ,あのレックのウェブサイトをご覧いただければ、あの口述カウンセリングというのがあります。ただ、これあのまあ関東と関西とですね。あの場所が限られますけれども、実際にまああの面接体験等できますので、あの合格された方でもし、えー、都合が合えばですね。レックの。 口術カウンセリングをチャレンジしてみてください。はい、あとはあの口、ー、術の想定問題問題集みたいなものもありますのでね、えそちらもウェブで、えー、入手できると思いますので、えー、確認をしてみてください。はい、もうあの合格した方はもうここまでで結構です。はい、もうすぐにでも口術対策を始めてください。でここからはですね、えー、残念な結果に終わった方向けの話をしたいと思います。 でまあいろんなところで言ってるのでお聞きになったこともあると思いますけども私も二次試験は2回受けてます。はい、なので、えー、1回落ちましたその話をしたいと思います。でまあもう今から十何年前だもう15年ぐらい前になるのかな145年前ぐらいだと思いますけれども私がまあ、えー、初めて 診断士の二次試験を受けた年ですね。で私は実は出身が沖縄でして、沖縄に住んでます。した当時ね、沖縄に住んでました。で沖縄からまあ一次試験、二次試験受験するためにですね、まあ一次も二次も福岡会場。今あの一次試験は那覇会場があるんですけれども、当時はなくなくてですね。で福岡会場に飛行機で行ってホテル泊まって受けると。 えー、いう感じでしたで二次試験も受けて10月に受けてねで12月に、まあ、口実試験があるわけですそうすると12月は、まあ、当然飛行機とかホテルが混む可能性があるのであの前もってですねもうあの二次試験が終わった段階10月の段階でもう飛行機の予約とホテルの予約もしてました、はい、博多駅の近くだったかな確かね。それで えー、もう私も受かる気満々でしたのでよし受かったとあの2時終わった後ねよし受かったとで飛行機の予約をホテルの予約をしてで、まあ、12月の発表を待ったわけですでいざ蓋を開けてみると自分の番号がないというね、えー、呆然としました本当にでもう当時のことはね今考えてもね本当に こう悔しくなる悔しい気持ちがこう湧き上がってくるんですけどもでどうしようともうあの休みも取ってあるしで後日のまあ普通だったらキャンセルするんでしょうけれども飛行機とホテル、えっと、私はですね福岡行きました、はい、で飛行機乗って前の日にね でホテル泊まってで会場です次の日の朝あの、まあ、日曜日だったんですけどもねあの会場行くわけですよそうするとあのその試験会場、まあ、博多の近くだったんですけどもねあの試験会場にねこうみんなスーツ着た日曜日なのにスーツ着た連中がね連中ちっ,っちゃ悪いか入っていくんですぞろぞろとね。で「中小企業診断士二次口述試験会場」って書いてるわけですね。 で自分はそこに入れないわけです、まあ、私服着てるし <laughs> 合格してないしで、まあ、道の反対側からですね「くそー悔しいな」と絶対にこうなんでこうこ俺はここに来れなかった入れないんだともう自分の不甲斐なさと悔しさとですねでこうみんな緊張した面持ちで会場入っていくわけですよ。くそーって 羨ましいいなっていう,ようなねもういろんなこうないまぜになったような気持ちでこう反対側からこうやって見てたようなまあその絵をね今も思い出すにつけ本当にもうねふつふつとこう悔しい気持ちがね蘇ってくるんですけどもでそれでもう悔しさをねこうもう二度とこんな思いはしたくないなと強烈に刻み込んででその一次試験のあごめんなさい二次試験の,その自分のね あの受験票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 受験番号が書かれてありますよねで診断協会のウェブサイトの合格発表の、えーまあ、私は福岡会場でしたので福岡会場のこう画面をね、まあ、キャプチャーしたもの画面というか、まあ、印刷したのかな確かあの一覧表をそれをですねあの、まあ、一度は私あのその 受験票がぐしゃぐしゃにしちゃったんですよ。落ちたくそ落ちちちたたゃったよ悔しいなだけど、あのー、その悔しさを忘れないために私はその,その2次のね、あのー、番号自分の番号がないその福岡会場の一覧表とくしゃくしゃにした受験票をねちょっと広げて広げて一緒にあ壁に貼ってました。 いつ見ても自分の番号がないくしゃくしゃの受験票でも本当にね、えー、もう本当に二度とこの悔しい思いをしたくないってこの一心で、まあ、まあ翌年、まあ、私は合格するわけなんですけれどもだから本当にあの今、まあ、この合格を手にすることができなかった画面の前の皆さん の気持ちは本当にも痛いほどよくわかります。<laughs> はい。で、やっぱり一年に一回しかない試験ですし。で、中には。もう一度、一時からになってしまうっていう人もいるかもしれません。だいずれにせよ、あの、まあ。もう何も手につかない状態になると思うんです。私はもう実際にもう年明けまで。何もできませんでした。あの、呆然自失というかですね。 はい、受かるつもりだったんでなのであのそれでもいいと思います、はい、もう何もかも忘れて、えー、やってもいいと思うただ何をすべきかだけをあの忘れないでおいて頂いければとだからいつからスタートを切るかっていうのはもう皆さん自身なんですがやるべきことは、まあ、非常にシンプルで今回の肺因分析をするということです。 まあ、まさに傷口に塩を塗り込むようなね作業なので非常につらいことこの上ないんですけれどもできれば、まあ、10月の時点で、えー、再現答案ができている方はいいんですけどもね再現答案を作ってない方まあちょっと2か月前なので難しいかもしれませんけれども、あのー、自分が本番でどんな答えを書いたのか。 の再現をして欲していいと思いますでもう一つが診断協会にですねあの特典開示請求っていうのが今できますので,で私が受験生の時は開示請求とかする人いなかったので、まあ、そういうフォームなんかもなかったですので自分のどこが悪かったのかっていうのを自分自身で分析するしかなかったんですけれども今は開示請求できますので皆さん自身是非開示請求してください。で 実際に事例の1で何点だったのか、2で、3、4で、それぞれの得点がわかると思います。だから得点が分かって、あと再現答案があれば、じゃあどこで失点をしたのか、なぜ失点をしたのかという分析の足掛かりになるんですね。で、その分析の足掛かりにするための資料として模範回答が必要になります。で、えー、これはレックだけではなくてですね、あのいろんな… 受験校ありますよねえ可能な限り受験校の模範回答を集めていいたただきたいでこれはぜひ年内にやっておいた方がいいかもしれませんけれども REC をはじめ他のえ何社かの模範解答はあのウェブ上でもすぐ検索すれば何社か出てくると思います。えー、それをですね、まあ、あの収集していただいてで 実際にあの、まあ、開示請求多分年明けにあの答えが返ってくると思うんですけれども答えというか結果ね結果が返ってくると思うのでその結果を踏まえてじゃあ自分の回答はどこが足りなかったのかとかどこが余計だったのかとか、えー、またはじゃあなぜそうなったのか本番の10月の対象とかね、まあ、そのあたりの分析範囲分析を徹底して行うと。 いうこともうこれにつきますで悪いところが分かったのであればじゃあ来年の10月2019年の10月にもう一度チャレンジするのであればその本番で同じミスをしないためにじゃあ自分は何をすればいいのか残り10ヶ月どんな勉強をすればいいのかという自分に不足した部分を埋めていくもしくは自分の悪いところを修正する10ヶ月。 にしなななければならいないととうことです、はい、だから私が私自身は、まあ、受験校の模範解答を見て自分の再現問わを見てでも全くもうあレベル間の違いというかですねあ土俵にも乗ってなかったなと。でその原因としては過去問分析が足りなかった一言で言うとねそれに気づいたので私は2年目は徹底して過去問分析。 とあと自分なりの事例1234それぞれの解き方メソッドの確率こればっかりずっとやってました、はい、なのであの人によってその不足する点改善ポイントは違うと思うので一概にこうしろとは言えませんけれどもただまあ間違いなくほとんどの合格者は過去問を徹底してやってますこれは間違いないです。ですからまあ過去問を 不足してたなと思う方はですね特に過去問振り返っていただくという作業から着手するのがいいかもしれません。まあ、いずれにせよベースとなるのは、まあ、自己分析、ね、範囲分析析範囲からになりますで、まあ、ウェブなんかでは例えばこう、ね、あのレックのこういった2次のね、えー、まあ上級合格コースとかいろいろありますけれども、まあ、もちろんあの検討していただくのもいいんですけれどもただやみくもに。 だ受験校のこう講座をね受け身で受けててもなかなかこうやっぱ近年どん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 2次試験難しくなってますのでえ受け身で受けるんではなくて今みたいにまず自分の弱点とか修正ポイントを踏まえた上でどう受験校を使うかというところになると思います。ですのでまあ年末年始え心も体もですねまあリフレッシュしていただいて。 かつ、えー、じゃあ2019年再チャレンジするするのであれば、それに向けてまずはまあ範囲分析というところをですね。ぜひぜひやっていただきたいと思ってます。でそれでまあ再び立ち上がるっていうね、えー、意思決定をしたのであれば、全力で、えー、2019年の10月に向かってですね、もう駆け抜けるしかないですね。もう悔い二度とこの悔しい思いはしたくないと。 今日の、まあ、今日というかあの、まあ、合格発表の日にね自分の番号がないというこの事実そしてその今のこの、まあ、見てらっしゃる方の,、ね、あの不合格だったっていう悔しい気持ちこれをやっぱり忘れないこと最後は結局あの精神力的なところの話になっちゃいますけれどもでもやっぱりあのそれも大事ですのでぜひ、まあ えー、開示請求とともにですね自己分析そしてこの悔しい思いを忘れないというところをぜひ皆さんに、まあ、あの今はお伝えできることはね、えー、それぐらいかなと。で実際にまあ皆さん自身で自己分析をした上でじゃあどうやって勉強していくのかなっていう話はまた後日ねあの再チャレンジする方とか。 えー、これからの二次対策とかねそういったところでまた何かお話しする情報,、えー、情報提供する機会あると思いますのでまたその時にお話ししたいと思いますまずは、まあ、今日のところはね、えー、この合格発表、まあ、18.8%という、えー、現状を受けてですね、まあ、少なくとも、えー、4,000人弱の方は悔しい思いをされてるわけですからですから、まあ、どうされるかという意味でぜひ,ぜひあのまずは 分析からねやってほしいなということになります。はい、というわけで、えーまあ、緊急提言とさせていただきますが、まあ、緊急提言というか本当にあのー、もう大半の悔しい思いをされた方ねもうとにかくうもう何もかも忘れてリフレッシュするぐらいでいいと思います。で落ち着いたタイミングでぜひまた一歩前に踏み出してほしいなと思いますのでね。で 是非、まあ、あまだ私のね講座を受けたことがない方受けてみたいという方は是非是非私の講義を聞きに来てください一緒にまた合格を目指していきましょう、はい、というわけで、えー、合格発表を受けてレックからの緊急提言、えー、はこの辺にしておきたいと思います本当にあのまず合格された方はおめでとうございます残念だった方、えー、しっかりとね自分と向き合ってみてくださいではこれで終わりたいと思いますご清聴ありがとうございました